初デートするなら、水族館 vs 動物園。せーの、動物園。水族館。おお、ここはそうなんだ。あ、じゃあぶっちゃけどっちもいいけどな、うん、ほんまそれ。まあやっぱね、水族館、うん、動物園かってなったら、うん、動物園もやっぱり動物は可愛いと思うんですけども、うん、やっぱね結構ね外暑いんですよね。あー、まあ外やって、ね、健康に作用されるっていう点で僕はまだ水族館の方が無難なのかなって思ってますね。こちらの意見は？いや、私はなんかやっぱ魚に感情はない気がする、うん、あ、なるほど。うん、だから見ててもね何も思わんっていう感じがあるな。やっぱ動物はなんか可愛い、触れるとこあるし。おー、でもあれですよ、ドクターフィッシュ触れるとこもありますよ。触っても何もさ、なんか気持ちくないやん。なんかナマコの背中とかプリプリ。気持ち悪いやん。いやまあでもどっも可愛いんですけど、うん、水族館と比べたらやっぱ匂いが結構ちゃんと直に来るんですよ。そうですかね。でも割り切って動物園に行くのは全然ありなんですけど、デートってなった時やっぱその初デートってその気合を入れてくるわけですよ。服装とかみんな女の子男の子要は決めてね、可愛く行きたい、かっこよく行きたい、そういったあの勝負服に匂いがついちゃうのはあまり好まないんじゃないかなという点で、初デートには向いてないんじゃないかな。なるほどね。うーん、いやでもでもやっぱ動物園でデートしたらやっぱ、うん、無邪気なとことか見えちゃうし、おキャッキャッするんですか動物に。そう、なんかそういう、なんか魚に別になんか優しさ見えないじゃないですか、はいはいはい、やっぱ。あ、この人どの動物見たいんですか動物園で。やっぱカピバラとかやっぱカピバラかわいいし、あの、あ、この人動物に優しいんだみたいな、はい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 、感じになるから。ああ、うん、そこまでしてやっぱ動物が好きということで。そうカピバラじゃあ見に行きたいってことなんですかね。カピバラ可愛いよね。へえーうん、ちなみにでも水族館って動物もいます、うん、カピバラいる。カピバラもね、いる動物園あったりします。あの水族館あったりしますよ。あ、へえ、ちょっとそれ知らなかったんですけど、動物園にあの、はい、その水族館ってあの水槽とかってないんですけど、うんうん、水族館に動物がいる水族館は結構あるんですよね。それはやっぱりあの水族館じゃ需要満たせないっていう感じなんじゃないですか、はいはいはい、ああ足りないという、足りないから動物園に頼っちゃってる。なるほどなるほど。そういうとこあると思います。優れてるんだ。そうよ。でもデートってなったら水族館行っちゃえば両方楽しめるんじゃないですか。本当に動物が好きなんですかあなたは。動物何が好きなんですか。水族館でも良くないですか。両方行けないやんか。どっちでもいいやんか。水族館だけでやる。